本日の突撃バックステージは難しい。純也、お疲れ。お、シン、今テーマを頑張っ、俺の場合は自然と純也が愛の血を紡ぐ貴重な瞬間。死刑よ。ファンサービスのつもりだと。お待たせしました。マジで読むのかこれ。君にこの花を捧げよう。もしこの思いが届かなくても、いつでも君に笑顔を咲かせてほしいから。なんだこの臭いセリフは。恥ずかしい。悪くない。テレジヌ、もう帰る。見事に詩を完成させた純也に温かい拍手を。こんにちは。今日のスタジオに何か荷物が届いて、え、三上、一体中身は何だろうね。亀柄の手ぬぐいだって。5年前三上さんのパーフェクトジャパンドームツアーで限定販売された幻の手ぬぐいじゃねえか。貴重なものなのか。貴重なんてもんじゃねえっての。もう俺も欲しかったんだけど、事務所経由でも入手できなくて。か、いいけど。やったー。オフショットでいつも三上さんが使ってたんだよな。純也は三上さんのこととなる。本当に三上さんを。三上さん、俺この手ぬぐいを額縁に入れて毎日眺めます。手ぬぐいなんだから本来の用途で買って。こんにちは、佐々木純也です。しまーす。さあ、こだわりドリンクか。これ飲むと一日、じゃあやってみっか。げ、パクチー。え、へん。しょ、なんでそこで威張るんだよ。もちろん。ま、マジマジマジ、ちょ、お、お、ま、まずっ。みんな元気？佐々木純也です。今日は質問のお便りに、疲れ、そうだな、事務所に入ってから撮りためた写真を、ちょっと恥ずかしいけど、いろんな、また頑張ろうって自然と、まあ時々メンバーがすっげー、それはまあご愛嬌ってやつ。あ、そうそう、たまに千鶴からそれもこのコレクションにストックして、みんなもたまには昔の写真を見返すと。こんにちは、とつばく。よし、つば、大丈夫かよ、嫌なよ。パラララッタラーン。けっ、ちょ、ちずるからも。だってだって、アイドルのことなら何でも知ってる。何でも知ってる、義理人情。えへへ、でしょでしょ。それはね、時々情けない顔をしてるとこ。そ、いい話のまま終われよ。みんな、こんにちは。今日、じゃあ純也くん、行くよ。おう、どっからでもかかってこい。では、1問目です。この写真の三上、サードアニバーサリーアリーナツアーの三上さん。正解です。トリプルザミラクルドームツアーの三上さん。ちなみにその写真は最終日のアンコールだ。そこまでわかるんだ。披露日のバラエティ番組ヒルダネバンバン第3回ゲストの三上さん。すっげえ。なるほど、アイドルのいや、これは別に、え、じゃあ何のために。愛だ。愛、純也くんの偉大なる愛。どうした純也。トレーニングしてたんだよ、階段で。かなりハードだな。おお、よく覚えてんな。どんなに筋肉痛を起こしていても。そうそう、あー、思い出すとなんか初心に帰るって感じするわ。ああ、そうだな。よし、やる気出てきた。シンも一緒にやろうぜ。見てるだけじゃつまんねえだろ。ほら、ウサギ跳びでてっぺん目指すぞ。え？お、俺、そこはやれよ。お、奏がやってんのって、
うん。さ、このゲームキャラクターをそんなもんゲームの中で最強のやつがいい。最初から最強はさすがに。それじゃあ強いのって言えば、ちょ、全然俺っぽくねえじゃん。え、そうかな。それじゃあじゃじゃーん、ムキムキ順。おい、これただの金髪マッチョだろ。突撃バックステージ今日。あれ、純也くん。お、撮影俺が最初に終わったからな。そうなんですね。前から。そっか、自分じゃあんま分かんねえけど。そういえば前にてる字の間が詰まっている人は確か根が真面目。お、何それ。確かに今だって激闘の字には本当に。そうかもな。以上、隙間時間を使いこなす。こんにちは、佐々木純也です。さて、今日はスタッフさんから実は俺ちょうど挑戦し、最近何回か番、そのおかげでゲストの時より番組で、そしたら他の番組に言葉で伝える仕事って、最近ドキュメンタリーにもいつかナレーションでも。そのためにはよし、まずは地道に発声練習からだ。